ソニーショップ生は店長の片山です。本日は、じゃじゃーん。ソニーから発売になりましたスマートスピーカー。品番の方が LF-の S50G になります。こちらのスマートスピーカー、非常にたくさんのメーカーから出ております。その中の一つ、ソニー独自のスピーカー。じゃーん、こんな感じです。箱もおしゃれです。じゃあ今日はこちらのスマートスピーカーの開封セットアップ編という形で動画を説明していきます。じゃあ早速こちら開けますね。当店の展示モデルはホワイトになります。こちらの商品は3色出ております。こちらの方が箱の中に入ってた全てのものになります。スマートスピーカー本体になります。LF-の S50G。AC アダプターになります。説明書。初ワッシュ。Google アシスタントについて、喋って認識できる言葉なんかを書いてあります。こちらの商品自体はね、本当に円柱っていう感じです。直径なんですけど、110ミリ。高さの方が162ミリ。重さの方が750グラムとなっております。あんまりね、スピーカーが小さいと音が良くないし、手頃な大きさなのかなと思っております。こちらのスピーカーに AC アダプターをつないでみます。スマートスピーカーのお尻の部分に AC アダプターの差し込み口があります。はい。つなげました。これで、電源ボタンとかはないみたいですね。何？こんにちは、Google アシスタントです。質問したり、手伝いを頼んだりしてみてください。日常のあらゆる場面であなたをサポートします。使用を開始するには、Google ホームアプリをダウンロードしてください。OK です。早速ね、Google ホームのアプリをスマートフォン、タブレットにちょっとインストールして、つないでみたいと思います。こちらの Xperia のタブレットで設定していこうと思います。最初にプレイストア。Google ホーム。こちらですね。入ってんの？おー、早速、こちらを1台のデバイスが見つかりましたという形でこれをセットアップしていきます。セットアップと、セットアップしますか。当然、はい、次へ。あ、結構簡単。あ、接続完了。あ、聞こえた。音が聞こえたら、はい。はい。このデバイスはどこで使いますか？選べれるみたいですね。自分の部屋、ファミリールーム、オフィス、キッチン、ダイニング、ルーム。じゃあ、オフィス。で、次へ。当店の無線LANに合わせますと。で、次行こう。
無線のパスとかもね、すべて送るみたいですね、こっちから。Google アシスタントの設定。Google パートナー、サービスとプライバシー、ゲストとアシスタント。次へ。アシスタントが声を認識できるようにする。当然、イエスです。イエス。OK、Google。ねえ、Google。OK, Google. ねえ、Google. お、完了しました。できました。NEXT。あ、住所を入れてください。当店の店の住所、もうすかさず出てます。素晴らしいですね。動画のサービス。あ、ネットフリックス、後で入れときましょうか。次。最新の、あ、登録、当然ですね。続行。え？はい、あれから、紆余曲折ありまして、無事、インストールの方ができました。ま、エラーとあったんですけど、一回戻って、その後ね、普通に進めていきましたら、問題なくインストールできました。スマートスピーカー設定できましたので、どのような形で動くのかっていうのをちょっと試してみようと思います。うまいこといくかちょっとドキドキしてます。OK, Google!音楽聴かせて。プレイミュージックで再生します。あ、落とした、落としました。こちらの上に操作パネルがあります。音小さくなります。これを時計回りに回すと、あれ、音が大きくなります。再生するときは手前から音鳴る。Google Play Music に私の持ってる音楽をインターネット上にアップしてます。それを聴いてるという形になります。次の曲、戻します。この上のタッチ操作なんですけど、結構使えてます。ただやっぱり物理操作ではないんで、ちょっと誤動作したりするところも今はちょっと愛嬌かなっていう感じで見てます。 OK Google、 天気教えて。北区は現在3度、雪が降っています。マジかよ。今夜は2度、曇りでしょう。 OK Google、 ニュースを読んで。最新のニュースです。 NHK ラジオニュースから今日19時のニュースをお送りします。あ、ラジオになるんですね。こんばんは、7時になりました。NHK 今日のニュース、野村雅彦です。横山明子です。今日お伝えする主なニュースです。低気圧が急速に OK Google 終了。おお、ええ感じ。OK Google、 クリスマスの過ごし方。鈴が鳴るのを聞いて、雪が降るのを見て、サンタさんが街にやってくるのを待ちます。結構面白い。これからね、本当使い始めたばっかりなんで、こちらのスマートスピーカーどの程度のことができるのかっていうのはまだまだわかりません。ですけどこちらの方も毎日私使って、どんどん動画を作っていく予定があります。
このスピーカーの構造であったりとかっていうのもね、次回動画で説明していこうと思います。楽しみにしておいてください。こちらのソニーから発売しましたスマートスピーカー展示しております。ぜひね、実物を見て、このこれからのね、楽しい使い方っていうのを体験していただければ嬉しいです。で、よかったらぜひ購入してください。お待ちしております。当店岡山にありますソニーショップ製は岡山駅西口出られましたらすぐ分かっていただけると思います。ソニーの商品のことでしたら何なりと私に聞いてください。お答えできるように日々勉強しております。今日は以上です。バイバーイ。